では移動します。他のエリアに行く。1階西側エリア。霊能力者 C がカーテンに食われたのは大広間だったな。移動。他の場所に行く。大広間に行きます。さあ上田さん、調べますよ。調べる？もしかしてカーテンの謎について見当がついてるのか？まだです。でも上田さんに調べてもらえばわかるか。優が散々調べたんだろう。今さらどこを調べるんだ。上田さんだからこそ調べられるところがあるんです。そう、あの時の私では詳しく調べられなかった場所がある。それはどこを調べてもらう。まあその身長を生かしてもらおう。天井。天井です。天井だと？私だと手が届かないんで。上田さん、実際に触って調べてもらえますか？俺の偉大な力が必要なんだな。よかろう。ただ単に背がバカ高いだけだろ。まあ、なんとかとハサミは使いようって言うし。おお。ここの天井板が外れるぞ。中にも入れそうだ。場所カード、天井扉を手に入れた。中はどうなってますか？俺は入れそうもない。まったく、肝心な時に役に立たない。私が見てみますから持ち上げろ。面倒だが、まあいいだろう。あ、ちょっと、変なとこ触らないでください。体を持たないと持ち上げられないだろうが。それはそうですけど、できるだけ当たり障りのないところにしてください。そんな場所があるか。気に入らないならそこの机を積み上げたらいいだろう。あ、そうですね。これだから自意識過剰女は。何ですか？机の上に乗って無理に振り返るとバランスを崩すぞ。分かってます。あ、やっぱり天井裏が部屋みたいになってるぞ。場所カード、中2階を手に入れた。ん？奥に何かある。あれはアイテムカード、ロープを手に入れた。アイテムカード、縄ばしごを手に入れた。ロープとボロい縄ばしごか。これで謎を解けたも当然だ。お？その顔は何かひらめいた顔だな。まあそうですね。だったらもったいぶらないで話したらどうだ。どうせ話したくてうずうずしているんだろう。そんなことは。ほう、だったら別にいいんだ。黙れ、話を聞け。やっぱり来たな。どうする？じゃあ推理をしよう。人食いカーテン。悲鳴を聞いて大広間に駆けつけるとカーテンが霊能力者 C を包んでいた。
霊能力者 C の体が完全に包まれると、そのまま姿を消してしまった。これには必ず仕掛けがあるはずだ。一体何を使えばカーテンに襲われたように見えるのだろうか。この仕掛けに必要なもの、それはカーテンだ。では霊能力者 C は一体どこへ消えたのだろうか。カーテンに食われたはずの彼が消えた場所、それは館のどこかだ。すごい曖昧になってるね、黄色いとこの文字が。最初はどこへ消えたかね。このカードを変えよう。館のどこかだ。今頃は消化されてるだろう。そんなわけはないので、ここを変えよう。黄色のカードをね。状況、カーテン裏の結婚、これに変えよう。そして真ん中は場所か、緑のカードにして、さっき見つけた天井扉、館に食われたことになっちゃうので、ここを中2階、巧妙に隠された天井扉の先にある中2階だ。カーテン裏についた血が上に移動したことを示している。で、これは OK と。あとはここね。仕掛けに必要なもの、それはカーテンだ。カーテン2つ並んでるね、ここ。ここはこのままでいいのか。これは違うよね。あ、違う違う、こっちだ。これに使ったものは、これじゃないのか。ボロボロで使えそうにない、これか。中2階に放置されていたロープ、少し血がついているからこれだ。カーテンとロープだ。体に結んだロープをカーテンの裏から引っ張ったんだ。これで OK だ。じゃあ推理終了。では解決します。霊能力者 C がカーテンに食べられた事件だが、どうせインチキなんだろう。インチキなんだろう。そうだ、違う。まあそうだよね。ええ、もちろんです。しかし霊能力者 C はどんな仕掛けを使ったというんだ。カーテンの裏に霊能力者 C は隠れていなかった。いなかった、そうだ。ええ、そうですね。あれは映像で霊能力者 C はいなかったのか、もしくはスピーカーで。なんでスピーカーが出てきたんだ。いや違う。いえ違います。で戻るね。スピーカーではない。いや違う。いえ違います。やっぱ一回選ばないとダメだな。これで仕掛けに使ったもの、間違えた。霊能力者 C の体にはロープが結ばれていたんです。あ、合ってた合ってた。そしてカーテンの裏から共犯者がロープを引っ張り上げた。共犯者が引っ張り上げた。では聞くが、 U は何を根拠に霊能力者 C がロープで引っ張り上げられたと考えているんだ。カード使用可能というわけで、カードを使おう。ここで使うのは黄色の状況カード。カーテン裏の結婚、これを選択します。おそらく霊能力者 C は食べられる演技をしている際に反動で窓ガラスを割ってしまい傷を負ったんです。だから引っ張り上げられた時に
高い場所のカーテン裏に血痕がついた。だから俺に天井を調べさせたのか。となると霊能力者 C はこの部屋の真上の部屋2階へ行ったということか。2階ではないよね。いや違う。いえ違います。どこへ消えたか。中2階だよね。決定。霊能力者 C は天井扉の先にある中2階に引っ張り上げられたんです。中2階？そんな場所もあったのか。今見てたじゃない。道理で何度も頭をぶつけるわけだ。それは上田さんがどんくさいだけです。まあ俺の手にかかればこんなもんだな。さて次はどんなインチキが用意されているのか。解決大成功。よし最後はピアノだな。いえピアノの仕掛けはまだ重要な手がかりが抜けています。今の段階でいくら調べてもわからないと思います。なんだと？頼りねえやつだな。お前が言うな。お前に言われたくない。ごもっとも。なので手がかりがあるかもしれない裏庭の鍵探しに戻りましょう。水に関係した場所に鍵があるはずです。ああそうだな。しかしそれはそもそも俺が言ったことだがな。はいはい分かってますよ。移動します。他の場所に行く。場所が多くてさ、脱衣所ね。脱衣所に行きます。脱衣所は水に関係する場所ですね。怪しい場所がないか調べてみよう。見る。怪しい場所はこのロッカー、開かないぞ。よく見ると鍵穴の横に水と1という文字が書かれている。裏庭だけでなくここにも。どうする？やめる。移動。今の時点で開けられないみたい。露天風呂に行きます。ここに手がかりがあるといいけど。見る。怪しい場所は何か見つかったか。ない。もう一回見ます。もう少し探してみよう。あああ、露天風呂の隅に小さな箱が隠されてあった。箱を開けると中に3と書かれた鍵が入っていた。よかったね鍵見つかって。鍵だな。やはり俺の思った通り水回りの場所にあったな。ふう自分の才能が恐ろしい。珍しく当たったからって調子に乗るな。でその鍵はどこで使うんだ。そんなの知るか。移動します。
一回脱衣所に戻ろう。鍵穴に水と一致がと書かれた開かないロッカーがあったはず。鍵があれば開くはずだが、鍵はないので移動します。他のエリアに行きます。一回東側エリア。このエリアだと水場はトイレか。移動します。他の場所。2階に行きます。しかしここほんと広いね。水場はどこだ。移動。他の場所に行く。2階東側女トイレに行きます。トイレはもちろん水場だな。どうする。見る。怪しい場所は。トイレの端に小さな引き出しのようなものがあるのに気づいた。引き出しには鍵穴があり、水と3という文字が書かれている。どうする。鍵持ってるから使おう。鍵3を鍵穴に差し込んだ。音とともに引き出しの鍵が開いた。引き出しの中には2と書かれた鍵が入っていた。これで2つ目だな。次に行くぞ。移動します。他の場所に行く。1階に降ります。このエリアだと水場はトイレか。さっき言ったけどね。いや広すぎるわ。移動します。他の場所に行く。違った。他のエリアに行く。広くて迷うんだよ。1階北側エリア。水場に向かうぞ。移動。他の場所に行く。次はね、広すぎる。ABC、あ、ここね。調理場に行きます。ここももちろん水場だな。見ます。怪しい場所は。見当たらないぞ。うむ。もう一回見ます。もう一度調べてみよう。まだ調べるのか。ん？ユウ、これを見ろ。上田の指す場所を見ると、そこには小さな引き戸があった。引き戸には鍵穴があり、水と2という文字が書かれている。どうする。じゃあさっき2を手に入れたので2を使おう。鍵2を鍵穴に差し込んだ。音とともに引き戸の鍵が開いた。引き戸の中を調べると1と書かれた鍵が置いてあるのに気づいた。これで3つ目だ。では移動します。他のエリアに行く。さっきのとこに戻ろう。1階西側エリア。水場どこだ。移動。他の場所に行く。
ここか、脱衣所。広くと覚えられない。鍵穴に水と1と書かれた開かないロッカーがあったはず。鍵があれば開くはずだが、鍵があるのよ。見る。鍵穴の横に水と1と書かれた鍵のかかっているロッカーがある。どうする？じゃあ1の鍵手に入ったので使います。鍵1を鍵穴に差し込んだ。音とともにロッカーの鍵が開いた。ロッカーの中には0と書かれた鍵が入っていた。なんでこんなことを？まるで子供の遊びだな。そう、これは子供の遊び。宝探しゲームですよ。宝探し？とにかくあそこへ。では移動しよう。他の場所に行く。間違えた。移動の他のエリアね。他のエリアに行く。1階北側エリア移動。今度は、うん、待って、間違えた。見るだ。見る。両脇にかけられた鏡と先に続く廊下の天井が特徴的だ。ここも床に赤絨毯が敷き詰められ、豪華な雰囲気に満ちている。ここではなかった。移動。他の場所に行く。どこが何やら。裏庭、前、廊下。ここに行きます。見る。裏庭に続くドアには鍵がかかっている。鍵穴の横に水と1と記されている。どうする？ここは1か。鍵1を鍵穴に差し込んだ。音とともにドアの鍵が開いた。裏庭にあるのは土蔵か。土蔵と第4倉庫と水とゼロという文字が書かれている第5倉庫か。どうする？見る。霧が立ち込める中、古びた土蔵と赤レンガの倉庫が2棟立ち並び立っている。移動。第4倉庫に行きます。ここは普通に入れるんだね。見る。いろんなものがザタに置いてある。その中に立派な額縁の姿見があった。ふむ、かなりいい品のようだな。鏡よ鏡、この世で一番貧しい。チェスト！うごバカ上だが。アイテムカード、鏡を手に入れた。それにしても鏡か。やっぱりガスさんが消えたトリックは。なんだユウ、昨日の謎が解けたのか。いえ別に。本当か？本当です。そうか、ならいいが。ふん、バカ上だ。移動します。外に出る。そして移動。第5倉庫に行きます。倉庫の扉には水とゼロという文字が書かれている。では使おうか。鍵ゼロを使う。鍵ゼロを鍵穴に差し込んだ。
音とともにドアの鍵が開いた。室内も薄暗く、床には塵と埃が積もっている。見る。棚や段ボールに庭いじり用の道具などが置かれている。ん？部屋の左隅の壁に絵がかかっている。こんなところに場違いな。見る。この絵、あの子に似てませんか？ん？誰のことだ？湖の上を歩いていた子に。言われてみれば。アイテムカード、親方様の肖像画を手に入れた。湖面に浮かぶ少女事件、推理。現れた理由は？出現。で、こっちは。ユウ？そうか。それで村の人たちは。待てよ。確か他にも同じような反応されたことがあったような。つまりこれは年代ごとの親方様。おお、なんだこれは。何か見つけたのか、上田が戸惑う声を上げた。見るとそこにはカルタなど絵合わせの遊び道具や宝探し的なスゴロクなどが入っている段ボールがあった。ほら、宝探し。なるほど、親方様の遊びってわけか。ここで調べられるのはこんなところか。外に出よう。移動。外に出る。移動。土蔵に行きます。鍵がかかっていて開かない。持ってる鍵はどれも合わないみたいだ。どうした？な、中に誰かいるぞ。中から聞こえてくるうなり声のようなものを調べるため、土蔵の中に入る方法を探したが、中に入る方法は見つからず、いつの間にかうなり声のようなものも聞こえなくなった。ダメだ。どこかで鍵を見つけてこないと入れそうにない。ここは後回しだな。それがいい。ビビってる。ビビりやがって。この辺りで他に調べられそうなところはなさそうだな。結局ピアノ部屋の謎は残ったままか。ひとまず館内に戻るか。そうしま。ふにゃ。ん？どうした？振り向くとそこに山田の姿は見当たらなかった。消えた？ユウ、どこ行った？ユウ？くそ、あのジャジャウマ娘め。ちょっと目を離すとすぐこれだ。急に上田目線になった。さて、どうしたものか。どうする？上田を動かすことになっちゃったよ。移動。ひとまず館内に戻るか。わあ。ぬおー、何その構え。なんだ、君か。ごめんなさい、脅かせちゃった？先生。
いや、驚いてなど。かつて私はスリランカの巨大毒蛇バルナーゴに丸飲みにされそうになった。その時でさえみじんも驚かなかった男だからな。超嘘つき。ところで先生、今一人？ああ、助手の山田が急に消えたんだ。ひどーい、助手なのに無責任ですね。無責任な上にこの世のものとは思えないほど胸が。ユイと話をしながら歩いていると、突然意味深な表情で見つめられた。どうしたんだ、いきなり。先生って大きいんでしょ。おお、いつの間に見ていた。絶対違うと思うけど。昨日の夜着替えていた時か。この娘、そういう趣味かよ。どうする？見る。ユイが意味深な表情で俺を見つめてきている。話す。ユイ、大きい人って大好き。そう、そうか。それならそうと最初から打ち明けてくれればいいもの。一人でこまめに鍛え上げてきた成果が今夜花開くことになるかもしれない。話す。私もこう見えてとっても大きいんですよ。あの助手の人とは違って。確かに山田と違ってなかなかのボリューム感が。どこ見てるの先生。いや、今空気中に異常粒子の痕跡が。やっぱ人間大きい方がいいよね。え？どうする？話す。何の話してんだ？ユイ、絶対スターになるんだ。何の話だ？先生の夢は何？夢？なんだ、そういう話かよ。俺はてっきり。話す。まあ私の場合、一般的に夢と呼ばれるものは持っていない。というのも私は目標を常に現実のものにしてしまうだけの能力が。ねえ先生、これ綺麗でしょ。何の話？そしてそう言って巫女的な彩りの飾りを見つけたエクステンションを見せてきた。なんて読むんだこれ。ユイに似合ってる？自分から振っておいて人の話を聞け。話す。向こうの衣装部屋みたいなとこで見つけちゃった。泥棒じゃないのかね。しかし衣装部屋か。上田先生、やべだ。どうもです。そんな時タイミング悪く矢部と秋葉が現れた。ユイさん、それは隠した方がいい。なに？水臭い。水臭いですわ先生。は？どうする？話す。なんで先生ほどのお人がこないな田舎におられるのか、あれからよう考えまして。いやー、先生が出張ってくれはったからには事件は解決したも当然です。矢部さん、何か勘違いしていませんか？
私がここにいるのは、そちらの極秘捜査とは何ら関係が。またまたとぼけて。先生と一緒にいるその子の頭、わしと違うって例のあれでしょ。矢部さん、エクステンションです。話す。わしの場合、頭皮から直やから関係ないやけど。そんなもん持ち出してくるくらいやから、こっちの山と何か関係が。絶対関係ないと思うが。いや、あ、待てよ。この髪型は肖像画の親方様の髪型に似ているような。もしかしてその石尾部屋に何か手がかりが。ああ、ああ、な、あ、なんや、びっくりするやないか。ゆいちゃん、青山ゆいちゃんだ。ゆいです、よろしくお願いします。なんや、知り合いか。矢部さん知らないんですか。あ、ゆいちゃん、写メいいですか。はい。なんや、有名人かいな。青山ゆいです。萌え。矢部さん、絶対写メ撮っておいた方がいいですって。フィリピンパブでモテますよ。そうか。しょうがないの、お前がそこまで言うなら。この隙に衣装部屋を調べてみるか。移動します。逃げよう。矢部たちにバレないように俺はその場を離れた。